皆様ごきげんよう、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はモーセ国のお話となります。あくまでもエンターテインメントとしてお楽しみください。はい、今日なんですけれども、なんと第3弾まで続いてしまった。続いてしまいました。なぜならば蛇がしつこいからです。今日は、こちらのカード、ね、天皇陛下皇后雅子様が、ここに行ってイギリスに行く流れが、22から22、23、24、25、26、27、28、29に帰国なんですけれども、それプラス無事に帰ってこれるかということで、カードを今日はこういう風な感じで出していきます。すべて2枚ずつ出して、見ていきましょう。さて、イギリスの流れが、どうなっていくのか。はい、ルノルマンカードです。蛇がねしつこいんですよ。そしてイギリス政府もとてもヘビの動きをものすごく注意しているようにも見えましたし、いいかな。よいしょ、もうちょっとかな。ちょっとカードを切ります。無事に帰国されることを。はい、じゃあ見ていきましょう。じゃあまずカードこういう風に置くんですけど、ここから3枚、ここから3枚、そして上3枚という形でカードを置いていきます。まずは、はい、22日からの流れが、初っ端がね鎌が出てね、ちょっと恐ろしいです。はい、じゃあ鎌、ライダー、リング、はい、そして今度はこちらにカードを置きます。28、帰国の時ですね。28が山、帰国の日が木、そして、無事に帰国できるかで家、はい、ここがちょうどねイギリス王室の皆さん、イギリス国王とかの皆さんと晩餐会をする時ですね。25、26、27、25はキー。ちょっと待ってね、下に置こうかな、上に置こうかなと思って、ここに置きますね。はい、26、また鎌が出たね。ちょっと鎌がね2枚出て、恐ろしいですね。はい、そしてフォックス、はい、じゃああと1枚ずつカードを出していきます。まずね鎌が出て、鎌と怒り、クロスとライダー、うわー、なんか連絡来そうじゃないですか、お皿のこととかが。20、いわゆる
着いたその日とか次の日とかにね、なんか連絡が入りそうですよね。お皿割れましたとか、危ないですとかね。そして24、鳥とリング。はい、そしてカードはこちらに行きます。まあね、帰る日あたり28、山とクローバー。帰国の日。あ、怖いな。棺桶と木。無事ね、帰国して、まあ、家にたどり着くかが、家と木。大丈夫。大丈夫。はい、まあ、イギリスのね、まあ、晩餐会の時が、キーとムチ、カマと手紙、フォックスとキー。はい、お待たせしました。なんかこう、すべて順調にはいかない感じがします。とにかく、もういろいろお皿だよね。まあね、こう気になる方は前回の動画とか見ていただければ、なぜ今回第3弾の深掘りができたか分かっていただけるかと思うんですけれども、もうこのね、初っ端から、これが、ね、本当に嘘かもしれないしね、あえてなんか大げさに言う可能性もあるんだけれども、なんかね、誰かが例えば危ないですっていう情報が入ってくるとか、まあそういうことが出てるんですよね。出ていて、そして、でもまあ帰らないと思います。もう帰らずにきちんと約束を実行するっていう形になるかと思います。ただ、まあこのイギリス中の、なんていうのかな、まあ大切な3日間ですよね。25、26、27って。この時が案外、なんかまあしつこく連絡が例えば来たりとか、なんかね、まあイメージ的には、とのご決断をみたいなね、そういうものがあったり、イギリス側もすごくこう気を使うような、そういう流れになる感じがします。ちょっとね、やっぱりなんか問題を大きくしたいんだろうと思います。お皿の方はこう、ここの時間とか、ここの日々っていうのを壊したいんだろうなとか思っています。感じました、そういうふうに。そしてまあ実際にね、帰国する時っていうのも、ね、山が出たりはしていて、なんかこう飛行機の例えば遅延だったりとか、またなんかそういうトラブルがね、また起こり得る可能性もある。でもクローバーが出てるから、こう結果大丈夫だと思うんだけれどもっていうものがあったりで、木とここにまたね、この棺桶ね、ここにも出てるんだけど、棺桶が、ね、出ているから、すごく、疲労困憊するのかな、なんかすごく疲れそうな気がするんですよね。で、疲れそうな気がするんだけれども、ここです、結果的に無事に家にね、まあたどり着くかどうかっていうところで、
もう本当に家のカードと、そしてこの家の鍵を開けるカードが一緒に出たので、本当にお二人は無事に家にたどり着くことができると思います。でも本当に最初から、そして大切なイギリス王室の皆さんとの時間も少しなんかこうギクシャクする、その理由っていうのはこういうあたりにねあると思いますし、帰り道っていうのも正直いろいろあるだろうなって思うけれども、結果的にはああよかったっていうことにはねなると思うんですけれども、やっぱりこうお皿の目的っていうのがやっぱり活かせないために、今いろいろコロナ軽症とかね、コロコロ軽症とかね、あっています。でもやっぱりイギリス側も天皇皇后両陛下のことを守ってくれていて、もうやっぱり行くっていうのはもう逆らえないっていうのがお皿も分かっていると思います。だからこそ初っ端もう行った後にまたこういう問題を起こして、とにかくここの日程をぐちゃぐちゃにしたいんだろうなと思います。そして帰りもいろいろまあしそうな感じがする、でも守られているよっていうことを今日はお伝えできるかと思います。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。